はい、こんにちは。今日はですね、心と心を合わせて神と共に生活するという、そういう題でですね、まず若き日にですね、汝の救い主を覚えよという、それは副題ですね。私のですね、その学生時代、日本にいた時ですね、何人かの友達がいたわけですね。で、一人はですね、A というふうに、名前を挙げますとですね、その人は、家業はですね、伝統的な、何らかの商売をしてきた、うちでですね、非常にお金に恵まれた友人でしたね。だから、ある他の人が言っていたのは、ボートとかヨットを買いたいという場合ですね、もう札束でですね、甲を張る。つまりもう、バッとお金の現金をですね、持って、癒するというような人だったというふうに言ってましたね。で、2番目の友達は B って言いましてですね、この人の家もまた、伝統的な商売をしていた人で、そこの長男で。学業は非常に優秀な人でですね、有名な大学の経済学部に行きましたね。ほんで卒業して、どっかの会社に入るかと思ったら、彼は長男だったので、その家業を継いだんですね。ところが、それがどうもうまくいかなかったみたいなんですよね。で、3番目の C という、その友達は、もうまた家は家業、伝統的な家業で、非常に性格は、温和な人でしたね。しかし、ちょっと誘惑されやすいような性格でした。で、彼もまた有名な大学へ、行って、卒業して、その後のことはよくわからないまま、私はもう20代の、初め、中ほどにですね、もう日本を去って海外で働くようになりましたからね。ところが、ある時に、1週間ぐらい、ちょっと日本に帰ったことがあるんですよね。その時にですね、この3人の友達はどうなったかと聞いたんですよね。ある人々にですね。そしたらですね、この最初言った、なんていうか、ボートを買うような、札束で甲を張るような、その彼がですね、彼もまた有名な大学出たんだけど、もう夜逃げしてしまってわからないっていうんですね。なんていうことかということなんですけど、で、B という、その、長男で有名な経済学部を出た。彼もですね、家業を継いだのはいいんだけど、彼も、その商売がうまくいかなくなって、夜逃げしてどこに行ったかわからない、家族中、わからないっていうんですね。で、3番目のこの C という、この友達はですね、いい大学を出ているにもかかわらずですね、ヤクザ、になったっていうんで、ヤクザ。ヤクザって、なんでヤクザの用心棒みたいな感じ、用心棒っていうか、この知的な面でですね、そういう感じになったっていうんですね。これはスキャンダル。その我々の愛では、スキャンダラスなことなんですよね。ただ、だからこれを見ているとですね、この秀才とか、頭がいいとか、家が豊かだということとですね、この人生、もちろん、この人たちが今どうなってるか、私はわからないんだけど、とにかく、人生というのはままならないということですね。もうその人生についての疑問というのは、すでに中国古代のですね、いろんな逸話がありますよね。例えば、孔子という、儒教の創設者。孔子の弟子に顔回という人がいましたけども、
彼は非常に孔子の教えを守った優秀な人で、あったんだけど、もう石賓ですね。もう、なんていうか、孔子の後継者になるんじゃないかと思われていたんだけど、彼は若死にしましたね。若死に。若い時にもう亡くなってしまったと。ところがですね、例えば、陶石という人がおりますね。陶石というのは、有名なギャングの親分で、もう人を殺めたり、もう本当に悪いことばっかりをして、しかしその生涯というのは長い人生を送って裕福だったというんですね。だからこれは一体どういうことなのかということですね。で、司馬遷という歴史学者がいましたね、中国で。その人も言ってることは、例えば白衣とかですね、粛清、粛清というですね、こういう兄弟がいたんですよね。彼は史記という本の中で書いてるのは、この二人とも美人、聖人だったんですね。ところが一番中国の最初の国である殷という国が滅びていって、そして周という国になった時にですね、もう裏切っていった人が出たということで、この二人はですね、周の国の、中ではもう、なんていうか、義を尽くせないということで、周の国の、元ではで、食べるものも食べずに、二人とも餓死したというわけですね。そのように、この不思議さですね、この、上智大学の教授であった渡辺正一という、まあ、先生がおりますね、教授。まあ、評論家で有名な先生で、だったわけですね。彼も学生時代にこのような人生の不条理、まあ、不平等なことを、これはどうしてなのかということをですね、哲学の先生に聞いてみたと。そしたら、この世における矛盾、正しいもの、義なるものが必ずしも幸福になれないと。このことがですね、やはり死後の世界、霊界とか、その世界がなければならないということのですね、これが根拠だということを言ったというわけですね。だから、このような司馬遷にしても、中国の人たちは儒教的な考えですからね、神とかいうことはあまり言わないんですね。私の友達もですね、やはり宗教という世界よりも金、まあそういうお金とかですね、名誉、そういうふうな世界を重要してきたと思うんですね。だからですね、私はここで、示したかったのは、彼らにも示したかったのは、この神の存在、神ですね。で、旧約聖書の中にはですね、伝道の書というのがありましてね。これは、コヘレトの言葉と、まあ他の名前でコヘレトという言葉というふうに言われている、この、書物なんですね。その序文に、どういうふうに書いた、最初にどういうふうに書いてあるかというと、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべてが虚しいと。空ですね。空気の空と書いて、何という虚しさ。そういうことで始まってるんですね。だから人生はもう虚しいというふうに我々は捉えてしまう。だから、例えば平家物語のですね、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、乗車失墜の断りを表すという、なんかですね、仏教的、なんていうか、虚しい空。そういうふうに、この旧約聖書の、伝道の書の言葉を捉えがちですけど、まあ専門家の、旧約聖書の専門家に言うと、これは仏教の空とは関係なくですね、つまり人生というのは短いと、あっという間だと、束の間の一瞬だと。それゆえにですね、言いたいことは、この青春の日々、若い時にですね、あなたの
創造主、あなたを作った神を覚えようと、神を心に留めようということを言いたいんだということですね。だから人生の基礎の基礎に神を置かないとですね、これは虚しい砂上の楼閣になってしまうということですね。で、私はですね、このカテ連合の文鮮明先生の、言葉ですね、素晴らしいと思うのは、神と人間との関係は親子の関係であると。だから、神は、この、また神は信条と愛の神であるということをですね、私たちはみんな知らないといけないということですね。だから、神と我々は親子だからですね、私も子供がおりますけど、その子供が、のいろんなことは心配ですよね。子供を思う心境というのは神も我々人類を持っているのは同じだと。だから神は子供としての私たちがですね、誰かに侵害されて、その侵害を受けてるんじゃないか。またそれを夜も昼も神は心配され、何か問題が生じないかと。そして生じたら保護して防御してくださる。そういう神なんですね。もちろんだから私たちが子供を思う、そういうふうな思っても我々は何もできないことが多いけれども、神は全知全能であるわけですね。そしてまた、だから神は守ってくださる方だと。いつも私たちのことを思ってくださる方だということをですね、この私の友達、まあこの儒教の人たちもですね、このことを知ればですね、また人生は変わるんじゃないかと。だから、さらに知らなきゃいけないことは、我々は徹底してですね、神は我々に祝福と愛を与える。実にですね、もう驚くべき内容で我々に愛を与え、祝福を加えて加えて愛してくださる方であるということですね。まあそして驚くべきことはですね、それでも不足だと思われてですね、自分の一人子であるイエス・キリストをですね、十字架につけて愛する息子を、その命までもこの堕落した人類に与えてくださった方だと。それだけではまだ足りないということでですね、再び愛を与えようとされると。そのような神なわけですね。だから人間はついにですね、もう申し訳ないということで、もう神に恐縮してですね、恐縮して神にお返ししようと何かをですね、そして100の善のことをなして神にお返しをすると。しかしそうするとですね、神は千も万も億ものですね、それを倍にして私たちに返してくださる。そのような神をですね、私の友人もいろんな人も知らないといけないですね。その私が今まで愛読してきた本にですね、カール・ヒルティという人の書いた眠られる夜のためにという本がありますね。これは皆さん読まれた方も多いと思うんですけど、このカール・ヒルティという人はですね、スイスの19世紀のスイスのですね、まあ国会議員でもあり、法律の学者でもあり、哲学者だった人ですね。それ敬虔なクリスチャンでですね、彼がこのまあずっと365日の毎日毎日短いですね、格言のような彼の、キリスト教を土台とした言葉を語っておられるんですよね。私もその中で6月の何時に書いた中においてですね、彼が言ってるのは過去をちょっと帰り見なさいと。過去ですね。その過去を帰り見たときにですね、神の処置と保護によってですね、危うくですね、逃れた数多くの時があったはずだと。だから、そのことを私たちが思い出したときにですね、神に対する感謝が湧いて、そして、これからの人生もですね、そのような、なんていうか、恵み、
というものが来るんじゃないかということですね。だから私たちは今生きているということは、多くの危ない場合にですね、神が人知れず、皆さん方、私が知らないうちにですね、守り、支えてくださった世界があるんですね。私も考えてみれば、いろいろそういうことがありましたよね。それでですね、だから私たちは人間の心というものを、だから私たちはですね、心というものが地上位という、私たちの地上位はですね、絶えず神と共に、一つとなっていくということがですね、重要なわけです。だから人間の心というのは地上位とありますよね。で、地上位が命令して私たちの肉体がそれに感応して行動するわけですね。そしてこの地上位の主体という主体、親である神が心の主体なんですね。だから人間の地上位の主体というのは神なんです。ところが私たち人間はですね、神を認めず、主体である神の知識ですね、知恵、それを無視してしまうと。で、主体である神の情を無視してしまう。自分なりに喜んだり、悲しんだりすると。で、主体である神の、意思を無視して自分勝手に生活してしまう。だから、まあ、ある人はですね、それはそんなに神を考えたら束縛じゃないかと。違いますね。聖書が言うように、主の霊、神の霊と共にあるところにはですね、自由があると。そういうふうに、言ってますからね。ここでですね、ちょっと私は最後にですね、示したいことがあります。これはですね、こういうふうに私が初めて文鮮明先生に会った時にですね、黒板に書いてくださったこの3つの A、B、C という線ですね。この真ん中にある黒い線。これが標準ですね。そしてこの、A というのはこういう人生だと。このマイナス、この下、これより下がマイナスですね。悲しみ、苦しみですね。で、これより上は喜び、幸福ですね。だから A という人は、まあこういうなんていうか、神も知らず何もしないんだけど、まあ一生懸命働いて、しかしずっと辛い思いをして、しかしまあ仕事が終わったりすると喜んでですね、酒飲み、ビールを飲み、いろんなギャンブルとか、そして喜びがちょっと来ると。で、またそのなんていうか苦しみと悲しみが来て、こういう人生を送る人がいると。で、まあもう他の人の B という人はですね、こういうふうにまあ、いろんなボランティアとか、もっと人のために公的に自分中心じゃなくて生きるとすると、この苦しみとか悩みはずーっと深くなりますよね。長くなると。しかしある時にですね、またそういう、この普通の A よりも高い喜びが、深い喜びがやってくると。そしてこの C というのは、例えば神ですね。神はもうずっと何百万年何千万年という深い人類の堕落への苦しみをずっと耐えてこられてきておられるわけですよね。だからそれがいつ神の喜びとか来るかわからないと。ところがいつかは来ると。いつかは。だからその喜びというのはものすごい喜びになるわけですよね。だからこれ、文鮮明先生が言われるには、これみんな同じだと。A の場合はですね、5のマイナス5の苦しみ、しかしプラス5の喜び、プラスマイナス0ですね。B の人、これはボランティアとかいろんなそういう人のために尽くしていく人の苦しみというのはマイナス20ぐらいで、しかしその人の喜びというのはプラス20ぐらいの大きな喜びだと。もう、しかし、これは二人を合わせばゼロですよね。だからどちらも平等だというわけです。で、神の場合はですね、もう本当にマイナス1000とか、もう悲しみが1万とかいう、それでもですね、いつかは1万ぐらいの高いプラスの喜びが来ると。まあこれもだからゼロですね。だから、文鮮明先生が言われるのは、A、B、C。あなた方、この今若い時、私も20代の、
ぐらいでしたからね、どこの ABC のどの人生を歩みたいと思いますかと言われたわけですね。で、みんな、それ参加してる人が、いや、B、いや、C かな。C なんていうのはもう喜びが全然来ない。しかし、まあ、若い時だからですね、何でも、自分はやりますというふうに言うわけですね。だから皆さん方もですね、これからどういうふうな人生を送るかと。これ平等です。だから、本当にそのために苦しい道を歩めば、また、それは深い喜びの、時が来ると。しかし自分なりの歩みで、毎日毎日なんか、それの、まあ、喜びは浅いわけですよね。だからそういうふうに、人生のことを、考えていただきたいと思うんですね。